はい、今回の動画は、エクセルで作成した住所録を筆グルメに取り込む方法を解説をします。でまあ、筆グルメではです、ね、この筆グルメ上で、ねまあ、動画の方でも解説したように住所録を、ね、作成することももちろんできますし、まあ、別のソフトはです、ね、まあ、例えばエクセルとかで、ね、こう住所録を作っているという方もいると思うんですけども、まあ、そういったエクセルで作った住所録をです、ね、この筆グルメの方に取り込んでこちらの,、ねえー、あの年賀状とかに使えるやり方がありますので、ねまあ、今回の動画ではそのやり方を解説をします。 じゃあ、それではまずエクセルの方ですね。まあ、こういった、あの、まあ、ちょっと今回この2つのね、このテスト白テストゴロまあ、2つだけのちょっとね、簡単な住所録ですけども、まあ、こういった形でエクセルの方で住所録を作っておきます。で、必ずね、この住所録を作るときにやらないといけないのが、一番上のこの1行目のところにね、ちゃんとこの氏名とか、郵便番号とか、住所とか、あと、電話番号とか入れたいなら、電話番号とかっていう項目をしっかり入れておくということですね。で、あと、それぞれね、対応した、名前氏名なら氏名、郵便番号なら郵便番号。 まあ住所のない住所という形でね、まあこういった形できっちり住所録を作っていくことが大事ですね。この状態にしてもらって、じゃあ今度筆グルメの方で操作をしていきます。 はい。えー、そうしたらですね、この筆グルメの方の操作なんですけども、このアテナ面の方ですね、こちらを開いた状態で、この住所録データ取り込みというところがありますんでね、こちらをクリックしてください。はい、そうしたらこのウィンドウが開きますんで、まあ、今回はね、エクセルのデータを取り込みたいので、この他ソフトデータというところで、ね、チェックしてもらって、次へをクリックします。はい、そうしたらあとこの中にですね、 いろいろあるんですけども、エクセルですね、今回はエクセルなので,で、2016で作ってる、ね、ファイルになりますんで、このエクセル2007、2010、2013、2016っいうとこですね、こちらにチェックをつけて、次へをクリックします。はい、そうすると、ね、このエクセルの、ね、その重視力のファイルを選択する画面になりますんで、まあ、ご自身が作った、ね、ファイルを選択した状態で、開くをクリックしてください。 はい、そうすると、この外部データ読み込みっていうウィンドウが開きますんで、まず左側ですね、左側の方にはですね、その外部のデータですね、この Excel で作ったファイルのデータ、まあ、一番上のデータがねこう見えてると思います。テスト、素と今度ね、郵便番号と住所と。まあ、これをですね、右側、この筆グルメの方に関連付けをしないといけないです。なので、まあ、ちょっと名前からいくと、じゃあテスト白を、ね、素ねこちらを選んだ状態で、今度は右側のこちらは、ここはこのまま氏名でいいですかね、一番上の氏名を。 選んだ状態、テスト白と氏名を選んだ状態で関連付けをクリックします。はい、そうしたらこの右側の筆グルメの方にね、このテスト白っていうのが入ってるのがね、分かったと思います。まあ、同じく続けてですね、今度は郵便番号をね、選択をしてもらって。 こちらは、ここですかね、自宅郵便番号ですね、こちら。郵便番号と自宅郵便番号を選択をして関連付けと。はい、そしてこちらに郵便番号が入りましたと。で同じく住所で、自宅住所を両方とも選んで関連付けを押すと、こちらに住所が入りましたということですね。まあ、こういった形で、今回は、ね、この氏名と郵便番号と住所だけでしたけれども、まあ、他にも項目がある場合はですね、こちらどこに入れたいのか。まずはこちらを選んで、 右側の筆グルメのどこの項目に入れたいのかというのを一個一個関連付けをしていってください。はいまあ、これで OK でしたら変換実行をクリックします。で、はいですね。で、次にまあ外部データの取り込みということで、まあ、新規住所録として登録というのと、あと既存の住所録、す、ま、で、あ、に、ね、今回もこれテストっていうのを作ってますけど、ここに、ね、追加するんであれば、既存の住所録っていう風に選んでください。まあ、今回はちょっと新規でやりましょうかね。このまま次へをクリックします。 はい、そうすると、パスワードの設定、設定しないですね。まあ、この辺も、ね、ご自身で選んでください。まあ、今回、ちょっと設定しないでいきますので、パスワードを設定しないでクリックします。はい、そうすると、変換を実行しましたということで、これで OK をクリックします。はい、そうすると、こういった形で、ね、この住所録1というのが新しく追加されましたということで、ね、まあ、ちょっとここダブルクリックで開いてみましょうかね。 はい、そうすると、今回は2件なんで、テスト素人とテスト五っというね、こちらの、ね、データが2つとも入りましたということですね。はいまあ、こういった形でですね、まあ、まあ一番上にはエクセルですかね、エクセルでこう重症録を作っているという方もいると思いますので、まあ、そちらの、ね、形を、ね、ちょっと最初に説明したように、石業目にしっかり項目を入れっておくという、ね、形を整えてもらうことによってですね、まあ、あの比較的簡単にこの筆グルメの方にもね、そのデータをそのまま使うことができますので。 まあ、ぜひね、エクセルとか、まあ、他の、ね、ソフトでですね、重視録を作ってるって方はね、この機能もうまく使ってもらえると便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。